はい、皆さんこんにちは。榊敦史です。昨日ね、ここに来はったね、お客さんがね、トイレットペーパーがないっつってね、家で困ってはるっつってね、家で、ね、あと4ロールしかないとかって言われて、そんなないんですかっつって、もうでもうちから2ロール持ってってっつって2ロールあげたんですけどね、まあ、うちあと6ロールぐらいはあるんですけど、別にさっきね、ドラッグストアに行ったらね、ありましたよ、トイレットペーパー。そんなんね、なくなるわけがないね、ほんまに。まあ、それとして、本題行きましょう。スーパーチューズデーの結果が出つつありますね。テキサス州はバイデン氏で、カリフォルニアは、サンダーさん。で、ほんで、バイデンさんがちょっと優勢みたいな。バイデン氏は躍進しつつ9つの州で、勝利を確実にしているみたいなことが書いてありますね。サンダースさんは4つの州で、ブルームバーグさんどうしたんって言ったら、何やったかな、サモアしか取ってないみたいですね。もうそんなほとんどないに等しいわけであって、意外ですね。一番お金かけたのは多分ブルームバーグさんなんですけど、アメリカの方もやっぱあれですから、そのあんまりそのね、どう言いますか、ガンガン広告されると、あれですね、嫌になるんでしょうかね。まあそのだし、お金かけたからといって、なんか背中かいわ、はい、すいません、お金かけたからといってその票が取れるとは限らない、こういい例になったんかも分かりませんね。でこの勢いだと一応ね、バイデンさんが強いやんということになっていますよね。で、まあだんだん盛り返してこられたんでね、もしかしたらこのまま民主党の候補になってしまう可能性が出てきましたね。僕途中でね、もうこの方あかんのかなと思ったんですけど、でもちゃんとものすごい盛り返し方ですね。でサンダースさんもやっぱしね、そのカリフォルニアっていうのは非常にそのどういうのかな、進歩的なエリアです。でテキサスってどっちかというと保守的なところだと僕はそう理解してるんですけどね。だからどう言いましょうね、サンダースさん今後いわゆるまあカリフォルニアみたいなところあんまりなくってですね、あとはだんだん保守的なところに行きますから、そうなった時にバイデンさんに比べてちょっと勝ち目は薄くなったかなと、するとバイデンさんかということになりますね。もう他の方はなんか綺麗になんかなくなり消えつつありますね。しかしバイデンさんの場合はね、トランプさんに勝てるのかというと、これまたね難しい問題があると思いますし、まあ、いくつかですね、その疲れやすい点をお持ちなんですね。前にも言いましたけど、まあ一つは息子さんがねウクライナでどうのこうのっていう例のトランプさんのウクライナのあのね事件のきっかけといいますか、ネタになった事柄がございます。で、あれをもっともっとね疲れたらどう、ちょっと嫌やんという感じでしょう。でさらに言えばね、この方ね、バイデンさんってね、中国と仲がいいんですよ。中国の仲がよくて、まあ、中国からしたらね、そのトランプさんよりもバイデンさんの方が全然ええやんという、そういうね、感じになってくるわけですよ。そうするとトランプさんがね大統領になった時はね、ロシアがねいろいろ干渉したんちゃうんかとかいう話になって、それも初期の頃えらい問題になってましたでしょ。もう結局その、なんていうか、こう、黒ではないということで、なんか、ふにゃっと終わりましたけど、最近言う人おらへんですね。で、バイデンさんの場合、これがね、中国がね、何にも丸きり何もせんとは思えないんですね。今までの動きからすると。だから、陰に日にですね、バイデンさんに有利なような、いろんなことをやっていくんではないかなと。いうふうに僕なんかは想像せざるを得ないところがありまして、中国の方ってね、こう今この問題が起こる前に米中貿易協議っていろいろ話題になってましたけど、あれはトランプさんだから起こったというふうに解釈してはる可能性もあるわけなんですよ。実は違うんですけども、でもどう言いましょうね、この前の台湾の選挙でもそうですけども、正しい情報はね上に上がってない可能性があるわけなんですね。
だからトランプさんだからこうなった。だからトランプさんが大統領で亡くなって自分たちと仲が良かったバイデンさんが上がっていくと、これはこの関係性が良くなるんではないかというふうに、まあ僕から見たら勘違いですね。私から見たら勘違いをなさって、やったバイデンさんに大統領になってもらおうやということでですね、そういうふうなこう様々な動きを仮になさってですね、まあバレますからね、そういうのってね今時ねバレますんでね、それバレたらまたね面倒くさいことになるわけでしてですね、このバイデンさんは別に別に応援してくれでもええのにみたいな迷惑になりますよね。でバイデンさんやっぱり中国と仲良しやんかみたいなことをアメリカの人たちはみんな知ることになるわけでして、そうすると仮にね大統領になってもね、トランプさんとロシアの関係みたいなもんで、そのロシアに対して有利な扱いが一切できなくなるわけなんですね。できなくなったんですけども、バイデンさんも中国に対して、その弱みを見せるとか仲良くなれ合うとかそういうことができなくなるんで、結局野暮蛇なんですけどね結局やってもやらなくても、その中国にとってそんなにいい結果をもたらすとは思えないんですけども、でも中国が私と同じように考えるかというとそれは分からないわけであって、まあ、台湾の選挙の時もそうですけども、非常にそのこう彼らなりの解釈が実は誤ってましたみたいなことがあり得るというか、ほぼそうなるやろうというふうに思っているんですけどね。で、ただね、その前にね、トランプ VS バイデンという本対決、7月に決まってですね、それ11月の投票に向かってですね、本対決をした場合勝てるのかなと、バイデンさんが。僕はね、このね景気がねものすごく悪くならない限りにおいてトランプさん優位やと思うんですよ。バイデンさんっていうのはオバマ大統領の時の副大統領なんですね。でオバマさんが8年間で景気を良くしたかというと、まあイエスでもあってノーでもあって、いい時もあれば悪い時もあったんですけど、基本的に何もなさらなかったというのが僕の見方なんですね。大したことは何もなさってない、わけであって、全部優柔不断で済ませてしまったというのがオバマ時代ではなかったかと。でそのイメージをね引きずってるんですよ。でオバマさんが黒人ですから、バイデンさんはそのオバマ政権の後継者というふうに見られてるんで、黒人票を得やすいらしいんですけども、まあそれがどうしたんですかっていう話であって、トランプさんのようなこうどう言いましょうかね、個人的な発想で政治はなさらないような感じはしますけども、かといってこう経済をねガガガッと引っ張っていくというタイプにも全く見えない、わけで、それやったらまたトランプさんが好き放題やってる方が結果出してるやん、あの方はと、かなりねみたいな発言もなされますし、行動もなされますし、今までの大統領の中で超異色なんですけど、トランプさんでも結果往来なんですよ、今のところね。経済もね外交もね、基本的に大きな間違いはなさってない。中東政策は私はかなり疑問に思ってますけども、でもあれとてそんなに大きな問題ではないんですよね、世界全体から見れば。で、東アジア政策も全然間違ってないと思うんです、結果的に。むしろオバマ時代からもっとやっとけよっていうようなことを彼が始めてるわけでして、まあ結果往来なんですよね。だから多分ね、バイデンさんはオバマイメージを引きずってるんであれば勝てないんちゃうのというふうに僕なんかは考えてしまいますね。だから結局ね、民主党もね勝てる大統領を選ばなあかんでしょう。まあでも今までできた方でね、唯一この人でいけるんじゃないかとブチ弟子やったんですけど、僕はねこの人が出てきたら面白いのにと思って。でもLGBT っていうところが必要以上にですね足を引っ張ってるようですね、僕はそんな関係ないやと思うんですけど、やっぱり関係あるというふうに考えてる人が多いみたいですね、ブチ弟子さんね。いやいや、もうすごく期待したんですけどねまあそういうことでですね、まあこのままバイデンさんが行きそうですけども、彼に行ったらオバマさんではトランプさんも喜ぶんちゃうのかなと。いや戦いやすいわと思って。でサンダースさんみたいなのはね、分かりやすくね左の人をやったら、まあまあそれはそれでね
あのトランプさんの勝ちになるでしょうと、要するに民主党の穏健派があのサンダースさんには投票しないと思うんですよ。もう投票に行かないか、一部がトランプさんに入れるかみたいな、そうなってしまうとサンダースさんには勝ち目ないから、まあ今のところ民主党としてはバイデンさんを選ぶしかないんでしょうけども、なんとも普通になってきたなと、これでは勝てへんのちゃうかという気がいたしました。スーパーチューズデーの結果でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。